今日は HMV さんのアイドルランブ2012のライブです。イエイイエイ。皆さん今日の意気込みを聞かせてください。はい、ちょっと他のアイドルさんのファンとかいるので、うん、ちょっと悪いんですけど、うん、全部持っていきたい。同じこと考えてたよ。ユニアは？ん？ユニアは意気込み。皆さんの心をつかむぜ。イエイ、つかむぜ。今みんなで練習してるので練習していきます。するように頑張ります。頑張ろうねみんな。おっしゃ、ねえみんな自主練しようぜ。チキファイター。じゃあ皆さん今から自主練なんでまた今度。バイバーイ、頑張るぜ。お疲れ様です。私たちのことを知らない方もたくさんいらっしゃると思いますので、今日は気を引き締めて全力でパフォーマンスしていきたいと思います。得点もあるしね、頑張ります。最終日、気を引き締めて頑張ります。気合い、頑張れ、頑張れ、頑張れ。今日一番盛り上がっていきます。オレオレ、頑張りま す。サインです。ありがとうございます。今日はユリアの生誕もあるらしいので、ちょっと皆さん楽しみにしててください。千秋楽行ってきます。
桃香係桃香、中学2年生の13歳です。桃香様って呼んでくれてもいいけど、あれもうちょっと欲しいかもしれない。もう一回桃香様って呼んでくれてもいいけど、満足。作ってくれたんですよ。私カッパに似てるでしょうかね。この辺え、きつい。
を含めチケットすべて完売しました。もう超嬉しいよね。あの9人に行くためにはこの汐留アックスさんを満員にしてからじゃないといけないっていうのもあったし、なんだここで育ってきたっていうのもあるからね、やっぱ最高に終わりたかったので、ちょっと本番緊張するけどね、最高に楽しめるライブを作っていきたいなと思います。イエーイ、頑張るぞ。
9月22日まで涙残しとかなきゃ、はい、そうですね。9月22日笑いながら泣きたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。もう今日は生誕祭もしてもらって、しかも全部ね、今日はチケットも全部売れたということで満員でライブができて、アンコールもいただいて本当に幸せでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。もう本当に新宿ブレイズに向けてもうなんかいいだ何スタートが切れたじゃないけど、本当に皆さんのおかげで本当にいい夏が終われたと思います。まあこれからもあるんだけどね、あるんだけど、定期ライブが終えたと思います。本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございました。定期ライブは終わったけど、まだまだチキッパから目を離しちゃダメですよ。ダメですよ以上、チキパレードのゆりやとゆりやんでした。バイバーイ。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。太陽の下で私は踊る。はい、にゃーちゃん。はい、ちょっと飛ばしといて、ゆりやちゃん。この夏で一番盛り上がっていきたいと思います。次いつかな、ライブ。次9月じゃない？9月か。頑張るか。頑張ろう。おう、ありがとう。はい、いいかない？はい、そうですか。やっぱりこの夏の集大成を見せてやりますよ。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。一緒に行こうよ。一緒に行こうか。一緒に行こう。この後最後のライブ、夏の集大成を皆さんに見せつけてやりましょう。はい、はい、チキパレード行くぞー。あーい。いただくのはもちろんのこと、毎週水曜日に YouTube にて配信しているチキパも更新しているので、皆さんぜひぜひ見てください。そして毎日9人でチキパレードオフィシャルブログも更新しているので、皆さんぜひぜひ見て、そしてコメントもしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ、おいしい。え、まず何食べてんの？何食べてんの？何食べてんの？Thank you.
そうありがとうございました。レイヤさん俺に向けてアンコール言うなよ。アンコール流ってますよ。私も今出てきたばっかだよ。アンコールの話ないよ。さあ皆さんこの後もパークで楽しんでみてください。さあレイヤさんありがとうございました。いますからチキパ夏の稼働全部終了しました。いやもう本当に終わっちゃった。寂しい。もっと長いかと思ったよね。夏ありがとうって言われて、そう、あそう私たちがありがとう、ありがとう、本当に生写真も全部完売して、もう本当に最高に夏が終われたんじゃないかなって思います。はい。